続き続き。ここでプニプニ玉を入れて、少し煮えたらウニを投入。いい調子。あとはちょっと混ぜれば。あれれ、おかしいな、何この色。うわ、くさい。ちょっと。ここはヒルヘンベル。緑があふれ、教会の鐘の音が響き渡る小さな町。この町に一人の少女が暮らしていました。少女の名はソフィー。亡くなった祖母から教わった錬金術でアトリエを営んでいます。とはいえ、その腕前はまだまだのようで。また失敗だ。はあ、こんなんじゃいつまで経ってもおばあちゃんみたいになれないよ。ああ、なんか錬金術がバーンと上手くなる方法とかないのかな。そしたらすごい薬とか作って、町のみんなから頼られて。そんなのあったら苦労しないよな。ああ、片付けしよっと。あ、はい、開いてますよ。こんにちは、ソフィー。なんだかすごい匂いだけれど。また失敗しちゃって。それよりモニカ、どうしたの？何か用事？ええ、実は頼みたいことがあって。モニカが頼み事なんて珍しいな。どうしたの？さっきホルストさんに会って、山師の薬を用立ててほしいと頼まれたんだけど、どこに行っても手に入らなくて、ひょっとしたらソフィーなら知ってるかもって思ったの。ほら、ソフィーって一応錬金術師じゃない？だからね。一応は余計だよ。でも山師の薬か、作ったことないんだよね。おばあちゃんが作ってるのを見たことあるから、作れる気はするんだけど。もともと私が引き受けた依頼だし、難しそうだったら無理はしなくていいのよ。ううん、大丈夫。困ってる人は放っておけないからね。私に任せてよ。あ、でもちょっと自信ないから、おばあちゃんの本探してみるね。どうしたの？うん、見覚えのない本があって。立派な装丁の本ね。中身はどうなってるのかしら。ちょっと見てみるね。
あ、これ錬金術の図鑑みたいだ。でも最初の方だけだ。途中から白紙だな。おっ、へえ、そうなの。うん、でね、モニカ、私これを見て思いついたよ。え、何を？山氏の薬の作り方だよ。モニカに頼まれたやつ。本当？作れそうなの？もちろん、素材も足りてるし、今からパパッと作っちゃうね。ええ、お願いするわね。失敗しないように気をつけてね。大丈夫だって、任せてよ。どうしたの？よーし、それじゃあ作ってみよう。お願いね、ソフィー。うん、任せといて。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できたよ。へえ、すごい、本当に山氏の薬だわ。ありがとう、ソフィー、助かったわ。いいっていいって、私とモニカの仲じゃない。そうね。じゃあ私はホルストさんのところに行ってこようかしら。ねえモニカ、私もホルストさんのとこ行っていい？ん？いいけれど、どうして？ほら、この薬って私が作ったわけじゃない？もし不良品だったら大変だし。大丈夫だと思うけど、まあ好きにすればいいわ。じゃあ、行きましょうか。うん。あ、ちょっと待って。どうせだから、さっきの図鑑にレシピを書き込んでおくよ。モニカ、お待たせ。それじゃホルストさんのところに行こう。ああ、二人ともどうしたんですか？ホルストさん、助
頼まれた山氏の薬を持ってきました。ああ、ありがとうございます。さすがモニカ、仕事が早いですね。あ、いえ、実はそれはソフィーが作ってくれたんです。私、山氏の薬を手に入れられなくて。これをソフィーが作ったんですか？はい。どこかダメなとこありましたか？とんでもない。これほど見事な山氏の薬、めったに見られるものではありませんよ。いやはや、ソフィーの錬金術の腕前も上達しているんですね。二人とも、とても助かりました。これは今回のお駄賃です。私、何もしていないのでいただくわけには。いえいえ、急な頼み事をしてしまいましたから、手間賃だと思ってください。それではありがたくいただいておきます。ソフィーも本当にありがとね。もし何か困ったことがあったら力になるから言ってちょうだい。それじゃあそろそろ失礼するわね。ホルストさん、ソフィー。ええ、それでは。はあ、今日は頑張ったな。ん？来るなり想像しいですね。はい、ごめんなさい。って、今本が喋ったよね。はい、喋りましたが。本が喋ってる。落ち着いてください。人だって言葉を発するのです。本が話をしたとしても何もおかしくはないでしょ。そういうものなのかな。よし、一旦落ち着こう。あなたはさっきの図鑑だよね。私が書き込んだやつ。はい、プラフタと申します。あ、名前あるんだ。私はソフィーって言います。ソフィーですね。記憶しました。あ、プラフタさん。プラフタで結構です。あ、うん。プラフタは一体何なの？本です。いや、それはわかるけど、本なのに飛んでるし喋ってるし、なんかすっごく不思議って思って。確かに私は通常の本とは異なります。なぜなら私は妙ですね。思い出せません。私は何なのでしょうか。いや、私に聞かれても。ねえ、ひょっとしてプラフタ記憶がないの？どうやらそのようです。錬金術に関わりがあることだけは覚えているのですが。錬金術？それなら私力になれるかも。私実は錬金術師なんだ。ああ、存じています。
山氏の薬の製法も知らない駆け出しの錬金術師ですね。見てたんだ。でも今はちゃんと作れるし。あんなもの少し勉強すれば子供だって作れます。でもホルストさんにすごい出来栄えって褒められたし。私からは特別優れていたようには見えませんでしたが、どうせ私錬金術下手だもん。すぐ失敗しちゃうし、いろんなもの作れないし、おばあちゃんみたいに町のみんなを助けてあげられないもん。うまくなりたいですか？え？錬金術がうまくなりたいですか？と聞いたのです。それはもちろん、なれるならなりたいけど。知識の大釜という道具があります。誰でも偉大な錬金術を行使しうる錬金術の知の結晶、それさえあればあなたはあなたの願う通りに自在に錬金術を駆使できるようになるでしょう。そんなすごい道具があるの？欲しい！ねえ、それどこにあるの？知識の大釜は、妙ですね。ねえ、プラフタ？まさかとは思うけど、釜について忘れちゃった？そのようです。本当に？ひどいよ。期待だけ持たせといてあんまりだよ。申し訳ありません。しかし全く思い出せないのです。お詫びと言ってはなんですが、私があなたに錬金術を教えましょう。記憶を失っているとはいえ、あなたよりも錬金術の知識を持っている自信があります。確かにプラフタって賢そうだし、私より絶対錬金術詳しいよね。教えてくれるって言うならお願いしたいかも。はい、それではこれからよろしくお願いします、ソフィー。うん、よろしくね、プラフタ。いつもより顔を上げて前を見れば、ほら世界はこんなに広がってる。この空の向こうに何が待ってるんだろう。流れる雲って迷い込んだ路地裏、あの日見た景色をずっと目指して歩いてきたつもりだったけれど、一歩ずつ一歩ずつ前を向いて近づいて離れてを繰り返し、やる気ですね、ソフィー。うん、
いつまでも駆け出しじゃいられないからね。ではまずは調合をしてみてください。調合だね、任せてよ。素材素材、ああどうしました？山氏の薬を作るのに全部使っちゃったみたい。何も残ってないや。なら取りに行く必要がありますね。近くに素材を採取できそうな場所はありますか？うん、一応知ってはいるけど、あそこにはプニが出るから一人だと怖いな。あ、そうだ、モニカについてきてもらおう。モニカ？昨日ソフィーといた少女ですか？うん、モニカはああ見えてすごく強いんだよ。なるほど、それなら安心ですね。それでは気をつけて行ってきてください。え、プラフトは一緒に来ないの？はい、見ての通りついて行ったところで戦えませんので。そっか、わかった。それじゃあ行ってくるね。はい、なるべく早くお願いします。時間は有限ですから。あまり寄り道をして来られると錬金術を教える時間が減ってしまいます。そうだね、わかった、すぐ帰ってくるからね。